モーリス・モーニング・ウィルスは、アメリカメジャーリーグの元プロ野球選手。ワシントン DC 出身。宇藤良だ。ポジションは、遊撃手、三塁手。1960年代、三度のリーグ優勝、二度のワールドシリーズ制覇を成し遂げた、ロサンゼルス・ドジャースで、チームの講師のようとして活躍した。高校卒業後、1951年に当時、 ニューヨークのブルックリンに本拠地を置いていたドジャースに入団したが、当時のドジャースには後にアメリカ野球伝道入りを果たす名誉劇種 P ウィーリースがいたこともあり、なかなか大リーグ昇格のチャンスもなかった。1956年オフに新シ種シナティレッツ、参加マイナー球団に移籍し、さらにデトロイトタイガースの参加マイナー球団にも移籍したが、そこでも大リーグ昇格はできず。 1959年開幕前にロサンゼルスに移転していたドジャースに復帰し、同年6月に26歳8ヶ月と遅咲きの大リーグデビューを果たした。同年のシカゴホワイトソックスとのワールドシリーズにも全6試合に出場し、ルーキーイヤーからチャンピオンリングを獲得した。翌1960年にはレギュラーに定着。この年50盗塁を記録して、 ナショナルリーグトールに輝くと、1965年まで6年連続でトールに輝く。ナショナルリーグの選手でシーズン50トール記録したのは1923年のマックス・キャリー以来37シーズンぶりであった。特筆すべきは1962年で、この年には MLB 歴代最多の165試合に出場し、 MLB 史上初の100盗塁となるシーズン104盗塁を記録した。盗塁失敗はわずか13回で盗塁成功率は89%に及んだ。三塁打10もナリーグ最多で打率も299を記録し、この年のナリーグ最優秀選手に選出された。引退後1974年にルーブロックに更新されるまで MLB 記録であった。 現在でもスイッチヒッターの最多記録である。また、この1962年には MLB オールスターゲームの MVP にも輝いた。瞬速を生かして守備にも優れ、1961年と1962年にはゴールドグラブ賞を受賞。オールスターゲームには通算5回選出された。1966年には39盗塁に終わり、 連続盗塁王は6年でストップ。そして盗塁失敗は24に及び、この年限りでピッツバーグパイレーツに移籍した。パイレーツ移籍後も1967年は打率。302、29盗塁。1968年は52盗塁と活躍したが、1969年には拡張ドラフト新球団モントリオールエクスポズに移籍。同年シーズン途中に、 ドジャースに移籍し、1972年に40歳で引退するまで在籍した。現役引退時のオフには、日本の南海ホークスの野村克也、選手権人監督とドンブレーザーヘッドコーチが、選手権人コーチとして獲得を目指し、本人も入団に傾いていたが、当時球団社長だった新山茂が年齢面で、選手権人に難色を示し、 コーチ専人での入団を主張したことから実現しなかった。1980年にシアトルマリナーズで監督を務めたが成績が振るわず翌年のシーズン途中で解任された。その後、ハンキューブレーブスでキャンプでの臨時コーチに招かれたことがあった。息子のバンプウィルスもテキサスレンジャーズなどで6年間にわたりメジャーで活躍、通算196盗塁を記録。 1983年、1984年には、父が臨時コーチを務めた縁で、日本の阪急ブレーブスでプレーしている。1961年、1962年の球団数拡張以降、MLB の年間試合数は、引き分け再試合があった場合を除き、162試合と定められた。また、1969年に、蓄生が導入される以前は、 公式戦で2チームが同率1位の場合、ナショナルリーグは最大3試合、アメリカンリーグは1試合の優勝決定戦を設ける規定となっており、この優勝決定戦の記録はそのシーズンの個人成績にも反映された。1962年、ナショナルリーグのサンフランシスコジャイアンツとドジャースは162試合終了時点で同率1位となっており、3試合の優勝決定戦が 開催されることとなった。両チームの中で優勝決定戦の3試合を含め唯一全試合出場を果たしたのがウィルスであった。結局、ジャイアンツとの優勝決定戦には敗れたものの、この年、ウィルスはタイカップの持つシーズン96投塁を更新し、104盗塁を記録。史上初めて三桁の投塁を達成し、同年のリーグ MVP に選ばれた。 盗塁のスタートの仕方は、クロスオーバーステップという技術であったことが知られている。ありがとうございます。